横浜、阪神と上位チームとの6連戦を2勝4敗で終え、借金1つの4位で交流戦を迎えることになった巨人。4月には一時、単独最下位にもなっていたことを考えると、ここまで持ち直してきたとも言えると思います。過去5回の交流戦では、リーグ優勝した2019年以外は負け越しとなっており、今シーズンも交流戦を5割で消化することが、現実的な目標になってくるでしょう。今回の動画では、6連戦が続く交流戦の先発ローテ、指名打者には誰が入るのかなど、交流戦の戦い方について考察していきたいと思います。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には、試合終了後1時間以内に、その日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。まずは日程を見ていくと、最初のカードのZOZOマリンでのロッテ戦以降は、ドーム球場での試合が続き雨天中止の可能性はありません。ZOZOマリンでの試合も、先発投手がいないので1試合は中止になってほしかったですが、現時点での予報では3試合とも雨の心配はなさそうです。そうなると、先週は赤星選手が投げていた火曜日の先発が、誰になるのかという問題があります。スポーツ報知によると、火曜日の試合は先発投手を使わず、リリーフ投手だけで1試合をこなす、ブルペンデーにする予定だということです。菅野選手や井上選手が実戦復帰しましたが、まだ1軍で先発させられる状態ではなく、ファームのローテ投手では、高橋選手か石田選手が候補になっていたと思いますが、首脳陣は週の頭からブルペンデーを敢行するようです。巨人のリリーフ陣でブルペンデーをするくらいなら、高橋選手か石田選手を3イニングくらいをめどにして先発させた方がいいとは思いますが、先発不足で交流戦の初戦から苦しい戦いを強いられそうです。平内、菊池、田中千春の3選手で2イニングずつ、6イニングを消化してくれるのが理想となるでしょう。長野選手が抹消となり、投手を1人補充して9名のリリーフで挑むことになると思います。ファームで一番結果を残しているのは高木選手ですが、今日に支配下登録の発表がなかったので、高木選手の昇格はなさそうです。リリーフ起用されていて、イースタンで2試合登板している堀田選手はまだ早いと思いますし、直江選手も降格後は2試合連続で失点しています。そうなると現在6試合連続無失点中の桑原選手か、白木選手、鍵谷選手あたりが昇格してくると思います。または高橋選手を昇格させて、平内選手の後に投げさせるということもありそうです。1巡目の相手の上位を平内選手に抑えてもらい、2回か3回からロングで高橋選手という想定かもしれません。続いてパ・リーグの主催試合で使える指名打者についてですが、基本的には中田選手かウォーカー選手のどちらかが入ると思います。ただ、中田選手はまだ走塁が万全ではなく、全力で走ることができないのであれば、ウォーカー選手が入るべきだと思います。阪神戦では3試合で4得点と、打線の勢いがなくなってきているので、中田選手を使いたくなると思いますが、怪我の再発が怖いので、万全になってからスタメンに戻ってもらいたいです。あとは現在、岡本選手が全試合、坂本選手が17試合連続、大城選手も18試合連続でスタメン出場中となっていて、6連戦が続く交流戦では、疲労の蓄積も心配になるので、こういった主力選手たちを休ませるために、指名打者を使うのもいいと思います。今シーズンは昨シーズンと比較すると、若手選手の頑張りもあり、野手の選手層がかなり厚くなっていますので、さまざまな起用パターンができるのはいいことだと思います。改めて思うのは、セ・リーグにも早く指名打者を導入してほしいということです。投手に代打を出す緻密な作戦がなくなるなど、反対意見にも目を通した上でも、導入するメリットの方が大きいと思います。未だに広島は、ファームの主催試合で投手を打席に立たせたりしているので、近年の実現の可能性はほぼないと思いますが、世界のプロリーグで指名打者を採用していないのは、日本のセ・リーグだけではないでしょうか。
SNS などで打率1割台の門脇選手をいつまでスタメンで使うんだという声も多く聞かれるようになってきました。門脇選手は現在16試合連続でスタメンで使われていて、守備での貢献はかなり大きなものとなっていますが、打撃でのマイナスも大きく、総合的な指標ではプラスマイナスゼロくらいになっています。門脇選手の守備力を最大限生かすためにも、ショートでの起用も増やしていってもらいたいです。坂本選手もリーグ平均以上にはショートを守れているので、今季中のコンバートという可能性はほぼないですが、来季以降はショート門脇選手、サード坂本選手、レフト岡本選手という布陣がベストになってくると思います。そういった将来のためにも、今門脇選手をサードでスタメン起用させ、打撃の成長を促すことは長い目で見れば必ず巨人のためになります。今シーズンだけのことを考えると、門脇選手の打撃には我慢できない方もいるかもしれませんが、将来のことを考えると、門脇選手をスタメン起用し続けることは巨人にとってプラスになると思います。秋広選手は4月22日に初めてスタメン出場して以降、ここまで約1ヶ月にわたり結果を出し続けています。現在14試合連続スタメン出場中で、このままいくと規定打席到達、新人王の可能性も十分に出てきます。いつか落ちるだろうと思い見ていましたが、逆に進化を続けている秋広選手には本当に驚かされます。特にその打球の速さが魅力的で、打球の強さを示すこちらの指標では、今シーズン100打席以上立っている83人の12球団の打者の中でも3番目の数字を記録しています。打球が速いということは、内野の間を抜けていく可能性も高くなるので、打率が落ちにくいということになります。もう一つ秋広選手の特徴として、逆方向への当たりが多いことが挙げられます。打球方向を表すこちらの指標でも、逆方向への確率が12球団の打者の中で一番多くなっています。逆方向へ多く打ちながらも、引っ張るときは強い打球を打てているという特徴が秋広選手にはあります。ボール球スイング率が高いという欠点もありますが、逆に言うとその欠点も克服できると、高卒3年目にして球界でも屈指の打者と言えるようになります。まだ100打席ほどでの結果なので、この先落ちていく可能性もありますが、これらの数字を見る限り、大きく打率を落とすということは考えにくいので、体力さえ持てばすごい数字を残せると思います。ロッテとの3連戦で交流戦が始まりますが、通算ではロッテに対して8つの負け越しがあります。しかし直近の5回で見ると10勝5敗、3シーズン連続での勝ち越し中と、苦手意識はもうなくなっていると思います。昨シーズンは佐々木朗希選手を岡本選手のホームランなどで攻略しています。今回に3連戦の先発予想はこちらです。巨人は明日、平内選手からブルペンデーをスタートさせます。戸郷選手と山崎伊織選手は去年に続いてのロッテ戦先発登板になります。ロッテの先発も強力で、共に今シーズンすでに5勝を挙げている西野選手、小島選手、さらに防御率1点台と好調のメルセデス選手との対戦予定です。メルセデス選手だけではなく、ポランコ選手や沢村選手も相手にいますので、楽しみなカードとなります。いきなりブルペンデーでのスタートと、パリーグ首位のロッテを相手にするということで、厳しいスタートにはなりそうですが、この交流戦の間に菅野選手の復帰も期待されていますので、なんとか最低限5割で交流戦を乗り切ってもらいたいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。